どうも、通信ゲートブルー博明家です。今回ですけれども、質問コーナーやっていきたいと思います。イエイ、そして、質問を読んでくれるのは角崎です。お願いします。読んでいってもらいましょう。よろしくお願いします。角崎君、ご自身さんのドリームチーム残り4人を教えてください。できたらチーム名も絶対よ。めちゃくちゃ真面目に答えますとね、今までのチームでは結構満足してるんでね、ついちゃんとか、あと今まで言うと三浜スマイルが熱いですから、それで結構ドリームチームとして僕はもうすでにドリームチームなんですが、まあ多分こういうことを聞いてるんじゃないと。組んでないチームで行きますと、やっぱ岩手の方の滝村さんとか、北陸の方に行って、まあ石川の辻さんで組んでみたいですね。で、もう2人でね、まあ、あとは、まあ、ゆうへいさん、ちょっと、はい、鹿児島の方からエントリーさせていただいて、あの、最後の一人はちょっと、僕自身、コミュニケーション能力に欠けているので、福井さんを入れとこうかなと思います。はい。何？ゆうへいさん、福井さん、滝村さん、辻さんというチームになりました。あ、チーム名か。あ、チーム名、チーム名。チーム名。はい。チーム名はね、もう全員に当ててもらうので、全部当てろで、ね、全部当ててから。全部当てて、はい、まあ、全部当てたら負けないです。そうですね、はい。対応しやすい相手の作戦、先方苦手、悩むなぁと思う相手の作戦、先方。これカペちゃんに聞いてみるかな。じゃあ相手に先に点取られたり、はい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 、前半戦でこっちの球が結構出されてるっていう展開は、後半の、なんですか、プレッシャーみたいな、がちょっと嫌ですね、それは。間違いないですね。まあだから、どんどん点取ってくるチームですね。それ、そうです。逆にやりやすいのは何かありますか？やっぱその逆か。点数取らへん。そうですね。そうやね。パスが多いチームが結構やりやすいと思いますね。中のボールが少ないんで、まだその頭使わなくて、結構、整理ができるので。中のボールが、まあ、点数取らないですよね、つまりはね。点数取らずに、なんか、引いてくれる相手とかは、結構やりやすいと思いますね。で、まあ、各自は言った通り、点数取ってくるチーム、まあ、2ゲートばっか狙ってきて、はい、未通過なしで、もう全部通ってみたいな、はい、2点ボールに全部なってみたいになると、僕は大嫌いですね。はい、なので、パスがある方がやりやすくて、パスがない方がやりにくい。今までプレイして好きなコート、はい、難しかったコート、好きなコートは僕でもやっぱ岡山の人工芝かな、プレイヤーズよく使ってるあの鏡のドーム、あそこはなんか何でもできる気がしますよね。よく当たるんでね、本当に、まあ、プレッシャーもその分ありますけど、嫌いなコートはもうダントツでね、皆さん満場一山添えのコートですかね。はい、やっぱあそこはもう本当にね、1ゲートが通らないからね、もうどんなコードにも嫌いです。はい、1ゲート取らないんで以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、はい、ヘッドは何グラムのヘッドを使っていますか？私は最近480g に変えたばっかりで、はい、少し重いと感じています。はい、はいはいはい、ここはちなみに480ですね。これね、480を使ってます。まあなんか前にね、この使った選手権とかで使ったこのアーニャのシールが貼ってある、これはクロポリカ高いやつで 500g だったんですよ。さすがに500重すぎてで480に変えて、今まだまあいいかなと思います。もうちょっと重くてもいいかなって思うんで、まあ大体480から490が僕は重いのはいいでしょうか。よくないですか？どうなんですかね。なんか重すぎても変なところに力入るのかなって、そんな感じしてます。まあ適度にね、まあ、そうやね、重すぎるのはちょっと良くないと思いますね。ちょっと重みを感じるぐらいの方が僕は好きなんで、90ぐらいのちょっと重いなって感じながらするのが僕は好きなんで、それ使ってます。ぜひ重さで打ってみてください。ですかね、シャフトの長さは短い方がいいのか長い方がいいのか教えてほしいです今私は短いので打っているんですが、なかなか距離が出ません。アドバイスいただけたら嬉しいです。これ難しいですね。やっぱ長い方がしなって距離が出るってことでしょ、結局は。そういうことですね。まあそういうことだな。距離が近い方が自分の、何ですかね、力が伝わりやすいっていうか、コントロールが効く範囲じゃないですか。遠すぎるとコントロールがあんまり及ばなくなっていくっていうのが、
ていう勝手な構想です。まあそうですね、多分そうだと思いますね。だから大体の人は多分70センチか75センチ使ってる。で、打ち方って最近みんな一緒で、まあ、勝手に最近思ってるのはこの目線と結局この腰の高さ、低さってあんまり関係ないと思ってて、結局この今の構え的に自分のボールの位置か、ボールの位置と目線がちょうどよくいい距離になるのが大体70から75なんじゃないかなっていうのは個人的に思ってますね。距離が出ないっていうのが悩みらしいですね。ヘッドウォークしたいんじゃないですか。じゃあ短いシャフトで、短いシャフトの方がやっぱいいから使ってるんですかね多分。だからまあシャフト入力してしないシャフトにしてヘッド重めにしたら試してみてもらったらいいんじゃないですか。わからない、これはちょっとサンシャインになります。はい、こんばんは。こんばんは。ゲートボールの日頃の練習はどんな練習していますか。わかるね、これ小学校の頃めっちゃ気になったもんね。フレンドスポーツがどんな練習してるんか僕めっちゃ気になったんですよ。結局ね、練習試合ですね、やっぱチームメイトとか、あとは上手い人のところに行って練習に混ぜてもらうみたいなのが、まあ結局蓋を開けてみたらゲートボールってみんなそんな練習してるんだなって思いました。で、ちょっと時間が空いた時にやるのはジュニアと全く一緒の練習なんですけど、結構難しくて、2ゲートの幕のちょうど真ん中にこう線をパッていくんですよ。で、2ゲートのライン際から50センチの中にボール入れるんですね。そしたら相手2ゲートの真ん中からライン際50センチは 1.5 メートルなんで、この距離を合わせて当てるのと、めちゃくちゃ強く打ってこっちのボールだけ残してもう1個残るだけ出すっていう、この2通りの練習なんですけど、これをまあ5球連続でこう全部成功させるっていう、これなかなか成功しないんですよ。はい、これをね、子供にやらせてね、お前らできるかって言ってるんですけど、僕できやんかったらまずいなと思って一生懸命練習してます。あと50センチのスライダーの内訳とか、2メートルの合わせ球とか、めちゃくちゃ基礎の練習を、はい、密かに練習してますっていう感じかな。なんか小技はちょっと上手くなりたいなと思ってるんで、最近はそういう練習が多いです。はい、よかったら参考にしてみてください。スズシンさんが今の打撃フォームになった理由が知りたいです。もし参考にした方がいるなら加えて教えていただきたいです。なるほど。ある試合で緊張したんですよ、めっちゃ。で、めっちゃ引っ張ったんですよ。でそれまでは半角で打ってたんですよ、僕結構。あ、緊張したらあかん、感覚でやってたらあかんのやなと思って、でそこでなんか自分の打ち方を言語化できるように頑張ろうと思って今の打ち方になりました。今の打ち方はできるだけ誤差を少なくしようという考えのもとあります。使う箇所をできるだけ少なく、体は動かさない、できる限り手首も動かさない、できる限り動かすのは肩だけみたいな、3つ動かしたら3つ分の誤差が出るんで、できるだけ1個で。で、参考にしたのは初めは福井さんかな。なんかみんな低く構えて上手い人がいっぱいおったんで、高く構えても上手い人を探したら福井さんだったんですよね。福井さんが手首使ってるところを僕は使わないようにして打っていったら、まあ、今の打ち方になったよ。調子が悪くて球が全然当たらないときはどうしていますか。理屈でやった方がいいのかなと思いますね。感覚で本当にやったらムラがあるので、自分の打ち方を言語化できるところまで持っていけてると思ってるので、打ってみてよく当たらんなと思ったら、こうなんか自分なりのポイントがあるんで、ここできてる、ここできてないみたいなのをちゃんと自分で振り返って、案外やっぱ大体そこに当てはまってるので、自分のなんか競争しゃべなみたいな時の癖は大体わかるんで、もうそれでなんとか調子は最低ラインには持っていくようにしてます。自分もジュニア2部クラス引退で後輩に引き継がなければならないんですが、ゲートボールをのうまく教える方法を教えてほしいです。うまく教える方法、はい、はあ、むずないですね。どれくらいそのメンバーがハマってるかがちょっと難しいんですけど、もしハマってないなって思うのであれば、やっぱその各チャンネルの通り、まずは面白さを伝える工夫、そういうのから始めたらいいんじゃないかなと思います。で、もしもうちょっとなんか上手くなってて全国を優勝目指してなんか頑張るチームにしたいみたいな思いがあるのだったら、
もう地道に、もうね、地味なことが一番糧になるんですよね、ゲートボールってね。まあ、どんなスポーツでもそうですけど、本当にさっき言った僕の 1.5 メートルタッチってあれ全然思んないんですよ。ただね、あれは一番役に立つんで、10メートル当てる練習楽しいですけど、あれよりも1メートル当てる方が、確実当てる方が絶対にこう、試合の中で生きてくるんですよね。トップに行けば行くほど思いますけど、距離感とか、1メートルのタッチの仕方とか、まあそこら辺がやっぱね、全然違うよね。やっぱ、距離感でバッチグーですから。外さないですよ、距離感を。そういう地味な練習をもうなんか面白くできるような工夫があればいいかなって思います。学校等の普及促進が難しくなっています。鈴新さんはこれから、普及活動についてどう思いますか？そもそも学校に普及するためには会社員では無理だと僕は思ってますね。でそのためには絶対に必要なのはもう本当にこれだけはおじいちゃんのスキル教育は絶対必要なんですよ。もう老人のあの余暇余生をゲートボールの普及にこう当てていただくっていう、それが多分学校活動の第一歩かなと思いますね。あとはもうほんまに学校の中のおる中学生高校生大学生の誰か一人だけこうはめて、もうゲートボールの泥沼にはめてそこから広めてもらうしかないかな。以上です。はい、はい、上級者が初心者を混ぜてやる場合、はい、ガチでやると試合にならなくなるので、はい、どんなところを意識して皆さん試合をしていますか？自分はなるべく初心者が球を多く打てるように配慮しています。だから初心者までやるときは基本なんか初心者の中で打たせて上級者パスするみたいなのが多いですけどね、はい、結構イメージ的には僕らも結構そういう作戦しますしね。やっぱ初心者集めてジュニア、それこそジュニア集めていくときは上手い人が2人おったら1人は中で打つけど1人は絶対待機してるとか、そうやってなんか中で打ってもらってやばい時にこう駆けつけるみたいな、初心者だけでやらせるのが一番いいと思いますけどね。僕も今会社で結構ゲートボール初心者同士でやってもらった方がなんか作戦のレベル感的にも打力的にも楽しんでるなっていうのは感じます。今後の目標ですか？はいはいはい、ユーチューバーとしての今後の目標と、はい、プレイヤーとしての今後の目標、はい、自分が出てるチームでも日本一になりたいですし、自分が、指揮してるチームでも日本一になりたいですね、はい、もう監督とプレイヤーの両立をしてそれで全国で活躍できるような、はい、プレイヤーになりたいと思いますね。はい、ありがとうございます。ということですよ、まあ、とりあえず和歌山県をね、あの全国もう強豪に持っていきたいなと思います。YouTuber としての目標は もちろんゲートボールを若者でもこんなスポーツやってないって思わせるぐらいのね、まあ、一番分かりやすく数字で言うなればチャンネル登録者は1万人10万人とこう爆上げしていってですね、はい、で再生回数もねもう100万回の動画を出していく、これがまあ目標ですね、はい、とりあえずこう何か1個でもいいから勝負でもいいからゲートボールで2回を通して100万回の動画を作る。試合の結果が同点では内容も一緒だった場合、まあ、同点決勝を行うってなるじゃないですか。はい、まあ、その時交代競技者の選手を出すことはできるんですか？僕もだってあれですよね、サッカーとかも PK になったらゴールキーパー変わりますもんね。そう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 、そういうことやろ、結局多分そう、もうできると思いますよね。はい、まあやってみないんじゃないですか、同点決勝にして。誰か教えてください、コメント欄で。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ゲートボールをしている、はい、女性でタイプの人いますか？おお、いや、これ質問欲しかったです。これ欲しかったでしょ、これめっちゃ真面目だったもん今まで、はい、なるほど。年近いとかいいんですけど、ゲートボールおらんやん、年近い人で女性って。僕らの世代本当にいないんですよ。だからひなちゃんとぐらいやん。本当に僕のこの20代前半世代、周り見てください、関西誰もいない、どうなってんだよって話だね。はい、以上です。彼女にはゲートボールを一緒にしてほしいですか？僕はしてほしくないですね。してほしくない、かくちゃんしてほしくない。僕がこういう活動してるんで、どの道バレてやってみようとなると思うんじゃないですかね。ただやらせようとはしないですけどね。だからどうやろう、まあ、その彼女とだからやって楽しめるんやったらいいですけどね。なんか彼女に対してきつく当たったりしそうやなって思ったらやらせないかもな。いや、もうほんとたくさんの質問をいただいてありがとうございます。えりすぐりのね質問を選ばせてもらってるんで、はい、たくさんありますので皆さん
毎週生配信のローテ変更できませんか。火曜日があるってことかな、毎週のね。ですかね。月1金曜日にするとかできるかもしれないですけど、基本は火曜日の方が都合がいいんでいいかなと思います。あとはなんか大会に行った夜とかもなんかね、ゲスト呼んでやりたいなと思ってますね。そこぜひ見ていただけたらなと思います。以上です。ありがとうございます。はい。高校になると後手に回って負けることが多いんですが、高校ではどういう作戦がいいのか教えてください。でもこれ僕もちょっと知りたいかもしれないです。僕も知りたいけどね本音言うと僕も知りたいけどね。基本は赤が先頭なんで、赤白赤白なんで、相手が何か前でミスして白がそこを追い上げるしかないと思ってる。まあそれか相手の球を当てるからね。相手の通してるボールの球数よりも絶対こっちの球数多くしておくことですね。なるほど。はい。ミスした時にこっちで何やろ、連携を組みやすいからこっちのボールを多くしておいた方がいい気がしますね。イメージ。イメージね。これが必ずしも負けとは言いませんけどね。はい、後手に回ってるんやったらもうなんかこうプレッシャーかけて相手のミスを誘うか、もうぶち当てるか。僕はぶち当てる方が好きなんですけど。うん、ぶっちゃけ。YouTube からの収入どれぐらい YouTube あるんですか。ないんですね。ちょっとだけあります。あるんだ。うん、だから動画の出す本数にもよるけど、最近は週月4本5本かな、8000円から1万円の間ぐらいかな。うん、ちょっとだけはい、 何も使ってないんですよ。だからそのお金を、まあ、広告に出したりとかちょっと使ってますけど、広告 YouTube 広告のたまに使ってみたりとかはしてますね。福井さんの方が多分動画出してるから儲けてるね。はい。作戦をするときに意識していることは何ですかで、僕は作戦をするときに、はい、ピンチな状況のときに生存ボールやアウトボールをどこに動かせばいいのか分からなくて困っています。そういうときどうしているかも教えてほしいです。どうしてますか、福ちゃん。まあ、アウトボールは、はい、僕はその通過球一応1個は作ってくるんで、絶対だから受け入れますね。あ、なるほどね。だからその三つ柿を利用して、はい、うまいことやっていこう。立て直したい。なるほどね。なるほどね。ここも常に迷ってるけどね、正直ね。まあ、基本はさ、あれちゃう、やっぱそのボールの点数を見てさ、通れるそのゲートが遠くても狙える位置とかさ、で3ゲート通れるボールをさ1コーナーに打ち入れるのはちょっとあれやんか。だから3ゲート通れるボールやったら、まあその4コーナー3コーナーから4コーナーのあのラインの方におったら、まあ最後なんかもしもの時にこう通れるから、まず基本はそういう考えじゃない。あとはもうどうしようもなかったらライン逃げてくださいもん。ライン際に控えて、もう相手が来て外すのを待つ、うん、これはもう一つの作戦ですから。はい。ゲートボールはとても楽しい競技だと思いますか。はい。そうですね。協調性は他のスポーツと比べてどのくらい重要だと思いますか。ゲートボールって他のスポーツよりもこう厳格化されてるわけじゃない、ないじゃないですかね。プロとかがあるわけじゃないんで、はい、勝手に試合に行くとかさ、出たりちょっと出るとかさ、まあそれは多分チームで、そのチームのあり方が、まあ、どうかっていう話になるんかなと思いますね。だからその思いを言ったらいいというか、このチームでずっと一緒にやったいなっていう、そういう思いがあったらそういうチームになろうっていう人が集まってできるものだと思うんで、一人弱りで協調性を押し付けるのだけは違うかなみたいな。プレーの上手いの定義は何でしょうか。上手いプレイヤーの定義、どうですか、各社。各社に聞こう、まずは。上手いの定義、何でしょうか、教えてください。スーパープレイよりは、はい、ミスの少なさじゃないかな。キャプテンが指示したことをどれぐらい忠実に再現できるかが上手さなんじゃないかな。なるほどね。自分が上手いとそうこう感じてる人は、各社が言うとこのそのキャプテンのプレーを忠実に再現するっていうのができないんですよ。これ俺こんなんできますねみたいな感じで、キャプテンと意思疎通ができなくなった瞬間にミスるんですよね。プレイヤーとしての上手いっていうのはやっぱり自分が上手いと思ってないことが上手いにつながると思います。まあ、キャプテン目線として、キャプテンをしてる人の中で上手いって思うのはやっぱこの作戦もあるけど、作戦以上にやっぱチームの作り方が上手い人が僕は上手いのかなって思ってます。はい、ということで皆様、たくさんの質問ありがとうございました。ね、中にはね、紹介しきれない質問もあるかと思いますが、またね、いつか機会で、ね、紹介していきたらなと思います。今回は質問という形になりましたが、
次回からですね、あの月ごとにテーマを決めて皆さんお話を受け付けようかなと思っております。はい、ということで質問コーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。